どうも、ユーキングです。お久しぶりです。はは。で、今日は商品紹介をしようと思うんですけども、今日はまあ巷で大人気のアニメ、まあ映画化にもなってるちびっ子が大好きなアニメのポテトチップスのが売ってたので買ってきました。それがこちらです。妖怪ウォッチポテトチップス、妖怪ウォッチシールコレクション2枚付きで、これがまあこれがまあ言ったらまあ一番人気っていうか、まあこれがジバニャンっていうキャラクターらしいです。はい。で、あと3つ買ったんですけど、多分これでパッケージは多分これで全部やと思うんですけど、これがジバニャンで、でこれがなんかコマさんとか映ってて、でこれがみんなですね。早速開けてみましょう。シールを開封していきましょう。さあ開けていきましょう。まず一袋目ですね、このジバニャンが出てくれたら嬉しいです。じゃあ行きましょう。はい。ん？ん？何これ。あ、リスト。ジバニャン、フユニャン、デカニャン、計60種類あるらしいですね。さあなんだこれ。1枚目、ブリー隊長。知らねえ、わかんねえ。さあ2枚走、はい、1袋に2枚必ず入ってます。2枚目、なんだこれ。キュービー、ああキツネ、まあまあ、あこっちは光ってないんですけど、こっちなんかレア感が出てますね、これはね。なんかピカピカ光ってますね。さあメタリックシールが20種類で、ノーマルシールが40種類。さあこっちのコマさんとかが写ってる方開けていきましょう。さあジバニャンは出るのか。デュデュ、あ、またこれさあ何が出るんでしょうか。何ですかこれは。ひもじいさんよだれだらーって。これは普通のカード。なんだこれ。ロボニャン。まあ最後のみんなが写ってるこのパッケージのシールを開けていきます。さあ何が出るんでしょうね。ジバニャンが出てくれたらね嬉しいんですけど。でん、あ、またこれ、もうえってさあ1枚ずついきましょう。1枚目、デカニャン&ケイゾウ。僕あんま妖怪ウォッチ知らないんでわからないんですけど、まあ、主人公なのかな、ケイゾウっていう子が。まあはい。2枚目
じゃん、ほのぼうの、こんな、これなんか僕みたいな感じですね。似てます？どうですか？似てますか？ほのぼうの。で、これあの、まあこれ全部ですね。これが全部です。これです。はい。まあでもしっかりしてるシールですね。よくあるシールです、これは。まあ、まあ、そうですね。せっかく買ったので、味を見てみましょう。まあ、カルビーさんのポテトチップスなんで、多分、間違いなく美味しいと思うんですけど。うん。美味しいです。まあ、普通に、ポテチですね。はい。まあ、これから、これ3つあるんで、今日はこれ、明日はこれ、明後日はこれで、まあ、いいと思います。僕はローソンで買ったんですけど、まあローソンに行けば多分売ってると思うので、もし見かけた方は買ってみてください。大変美味しくいただきました。それでは、チャンネル登録よろしくお願いします。